ジュバ川流域、ジュバ川は、ソマリア南部を流れる川。エチオピアとの国境でダワ川とガナレドリア川が、合流して、ジュバ川となり、ソマリア内を南に流れ、キスマヨ付近インド洋に注いでいる。ソマリア国内で常時水が流れているのは、ジュバ川と、シリューシェベリ川のみであり、この両河川に挟まれた地域では、農業が盛んである。ジュバ川には、カバ、 クロコダイルなどが生息している。流れがよどんでいる場所では、中血吸虫の生息が報告されている。またメジナムシもおり、中間宿主であるケンミジ人口を誤飲すると、メジナムシ症に感染することがある。ジュバカー流域は、ほとんどがサバナであり、肥沃なため、農地として使われているところも多い。生態系も豊かであり、キリン、チーター、ライオン、ヒョウ、ハイエナ、 アフリカ水牛、オリックス、ガゼル、ラクダ、ダチョウ、ジャッカル、ソマリのロバなどが生息している。アフリカの他の川と同様、ジュバ川流域には太古から人間が住んでいた。ジュバ川を訪れた初期のヨーロッパ人は、イエズス海の宣教師、ジェロニモロボだった。ロボは1624年にジュバ川沿いに、エチオピアに入国した。 ロボは途上で異なる旧の民族と出会い、彼らは互いに争っており、それぞれの民族の支配地域を一歩出れば平和が全くない状態だったと報告している。ロボは帰りは別の道を使ってポルトガル領インドに戻った。それから200年以上後の1863年、ドイツの探検家カール・クラウス・フォンデア・デッケンが小型キセンベルフを使ってジュバカワを訴状している。 デッケンの船は、バルデラの辺りで座礁し、一行は、地元のソマリ族から襲撃を受け、デッケンを含めて3名が殺される事態となった。1891年、イギリス海軍司令官のダンダスもジュバ川を探検し、400マイル、遡っている。バルデラにある、ジュバ川に架かる橋。ジュバ川にちなんだ地名は多く、この流域の行政区分は、中部ジュバ定地。 ジュバと名付けられている。また、この流域に、ジュバランドという国が作られたことがある。流域の、主な町は、ドゥーロー・ルーク、ブードブーボ・ベレドハオ、バルデラ、サーコー・グーブーエーンである。ジュバ川流域はソマリアで、最も雨量が多い地域であり、ジュバ川は1960年をはじめとして、たびたび氾濫して、人々に犠牲を強いた。特に、ジュバ川中流域にある、 バルデラ近郊は、ジュバカワの屈曲部にあたり、洪水の被害を受けやすい。ソマリアの雨期は年に2回にあり、一つは、グと呼ばれる3月後半から5月にかけてである。またもう一つは、ディルと呼ばれる10月から12月にかけてである。1997年のディルに起こった、ジュバカワの洪水は、 甚大な損害を与えた。ジュバ川の堤防決壊後の2ヶ月続いて雨が降り、家畜をはじめとして記録的な損害を与えることになった。この洪水は現地でディワーシアイビオバダンと呼ばれた。洪水の直接被害だけでなく、高地に避難させられた家畜も雨と湿気のためその多くが風と皮膚病で死んだ。ラクダのひずめを痛める被害もあった。 ありがとうございます。